ち、ちょうどいいところに。鹿狩りのサラが呼んでるみたいだぞ。今日のおすすめは天気ですよ。よかった、来てくれて。騎士団にお願いしたいことがあって、代理団長に伝言をお願いしたいの。ジンに用があるんだな。あれ、ジン団長と親しいんですか？そうなんですね。ジン団長のお仲間なら安心できます。それで伝言って？すみません、本当は自分で騎士団に行くべきなのですが、最近レストランが忙しくて。実は清泉町との輸送ルートがヒルチャールに占領されてしまい、食材が届かなくなってしまったんです。それなのに清泉町の狩人たちは知らんぷりして、狩り以外の仕事はしないと言われてしまって。はい、その通りです。輸送ルート上にいるヒルチャールを退治してくださるよう、私の代わりにジン団長に依頼していただけませんか？助かりました。ジン団長が動いてくれるならきっとすぐ解決してくださるはずです。ありがとうございます。ジンはみんなに信頼されてるんだな。あ、そうだ、バーテンダーのチャールズさんも何か困っているようでした。ついでに彼のところにも行ってみてもらえませんか？おう、人助けはオイラの心情だからな、任せろ。まあついでっていう割には少し遠回りな気もするけど。ここはジューススタンドじゃないぞ、ちびっ子たち。はっ、失礼なやつだな。人助けに来たんだぞ。人助け？そうか、君たち代理団長のお気に入りだったな。うん、変な言い方だな。では今期の税収報告表をいただけるようジンさんに伝えてもらえないだろうか。エルザーさんに報告書を提出する時期が近づいてきてね。それにしてもモンドの酒税は高い。まあディルック様の経営手腕のおかげだよ。なんで報告表がジンのところにあるんだ？帳面をつけるのもジンの仕事なのか？ああ、全ての感情は代理団長が確認することになっている。何せ酒はモンドの主要収入源だからな。ジンさんはいつも的確な対応をしてくれているよ。そうなのか、ジンの仕事って想像よりもずっと大変なんだな。でもこの代理団長の努力のおかげで我々はかなり楽になった。なんというか、今となっては彼女にべったりと頼らせてもらってる。おいおい、ジンに頼りっぱなしで心が痛まないのか？そう言われると確かに少し申し訳ないな。今度彼女が来たら酒でもおごろう。まあ彼女にそんな暇はないかもしれんが。言い訳にしか聞こえないぞ。じゃあオイラたちもさっさとジンのところに行こう。あの時俺が神社界で冒険した時、
しら。マーガレット、どうしたんだ。私の猫がどこか行っちゃったみたいなの見なかった。あの子じゃないわ、ディオナは酒場にいるもの。いなくなったのはリトルプリンスよ。さっきまでうちにいたのに。ディオナのこと猫扱いされるまま話が進んでる。困ったわ、もし帰り道が分からずに迷ってたら。あ、相変わらず親切だな。でもオイラたちだって別の用事があるだろう。サラとチャールズの件で急いでるんだから、先にジンのところに行こうぜ。あら、君たちもジンのところに行くの？奇遇ね。ん？猫を探してるんじゃなかったのか？そうよ、猫を探してもらおうとジンのところに行く途中だったの。なあ、猫探しまでジンにお願いするのか？あれ？ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？今度キャッツテールに来たら一杯おごるから。ど、おい、仕方ない、猫のリトルプリンスのことも一緒にジンに伝えよう。騎士だったか。すまない、少しぼーっとしていた。何かトラブルでもあったのか。なあ、確かにあるにはあったけど、オイラたちは伝言を伝えに来ただけというか。なるほど、モンドのためにご苦労だった依頼は確かに受領した。すぐに出発の準備を進めよう。おう、頼んだ。これで依頼は全部だよな。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。じゃあこれで失礼するな、ジン。ジン？おい、ジン、どうした？ジンの様子は？大丈夫だよな？うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫だと思う。ジンを連れてきてくれてありがとう。あなたたちがいなかったらきっとまた無理してたから。そうだな、ジンってば毎日仕事ばっかりだから。はあ、この人昔から無理ばかりするの。自分のことはいつも後回しなんだから。こういったこと実は初めてじゃないんだ。そうだ旅人、あなた栄誉騎士なんでしょ。団長が倒れたなら騎士のあなたが彼女を助けるのが普通じゃない、そうでしょ。それはそうだけど、正式なセピロス騎士がいるんだから、オイラたちの出る幕じゃ。ジンの仕事ってすごく多いから、人手が多いに越したことはないと思うの。だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジンの世話は私一人でもできるから。なんかオイラたちを追い出そうとしてないか。
ん？なんでもない。じゃあオイラたち行くから。お前さん方、待ってたぜ。ジンが倒れた時の話は聞いた。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。急に真顔でお礼を言われるとなんだか照れるな。俺たちの大事な代理団長の恩人だからな。これくらいは当然さ。そうだ、お礼の他にも、その通り。話が早くて助かるぜ。ジンの仕事を分担してほしいんだな。ああ、お前がジンに報告した件だが、すでに代わりの手配は済ませてあるけど、ジン以外のやつに任せるのは何かと心配でな。手伝いが必要そうなところがあったら手を貸してやってほしい。モンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も安心できる。旅人をいくら褒めても何も出ないぞ。それよりお前も手伝え。俺にはもっと重要な任務があるんだよ。いろいろと準備が必要でね。はぁ、仕方ない。確かサラとチャールズとマーガレットだったよな。ああ、よろしく頼む。またな。